はい、皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日はですね、靴沢良二さんと一緒にですね、す、はい、緊張してますね文化人放送局のね、スタジオってもここね、あのバーでもあるんだけどね、はい、初めてですよ、ここね。びっくりしました。あのドラムもあるしね、ね、結構ね、広め普通のピアノもあるけど、向こうにあるね、あのグランドピアノはね、あの スタインウェイって言ったかな、あの多分1000万ぐらいするやつですよ。すっごいいいやつがあってね、あのピアニストの人もね、ここでやるんですけどね、今日はですね、多分怒っていいと思うじゃないな、あのイカれる3面だったかな、3面だけどなぜか4人でやるというね、で MC のお二人ね、千葉玲子さんと加藤清隆さんはですね、オンラインで、靴田さんがスタジオにいらっしゃるというので、私も急遽あのスタジオ来ましてね、一緒にですねやることにしました。本当はスタジオ一人だったんですよね。一人だったの。でもね、一人だと緊張して大変そうだったんでね、まあ、行った方がいいかなと思いましたね。あの慣れてるからね、二人でね、いつもね、拉致被害者の、ね、救出署名もやってますしね、なんか靴田さんが、ね、なんか宣言してましたけど、緊急事態宣言終わったらね、また再開したいと、いうことなんでね、まあ、この間ですね、できない分ね、あの募金運動なんかもさせていただいてありがとうございました。また2人で再会したいと思ってます、はい、今日はですね、およそですね、台本を見るとですね、靴沢さんの得意分野ばっかりですよ。これ NHK の話も出るけどね、やっぱりあのアメリカのですね、ボス選びの虎親分の話がだいぶ出てくるんでね、だいぶ期待ですね。おそらく一般公開がですね、3時半からキレキレで始まりますんでね、皆さんの方もぜひね、ご覧になっていただいてと思います。これはもうあまり長くするとね、予告動画でなくなっちゃうんでこれぐらいしますけどね意外とシャイでしょ。シャイでなかなか喋んないんだけど、どうやって喋ってもらうか苦労しますけどね、これから頑張ってやりたいと思います。それじゃあ皆さん、ぜひまた後で、見てくださいね。よろしくお願いします。